高槻月院は、戦国時代、安土桃山時代の女性。石田三成の性質で、石田し家、石田し成、辰姫ら三男三女の母。父は、宇田より兄弟に、宇田よりらがいる。一説に姉に、山手殿がいる。少年は不詳。三成からは、歌と呼ばれていた。当時政権の中心にあった、三成の妻であるにもかかわらず、 逸話などはほとんど残っていない。受賞院の遺廃にある、高志月、因伝弱室総主大前上にという改名は、白川通るによれば、近年に受賞院の住職谷口一氏によって死亡されたもので、あり、石田一族の菩提寺である、受賞院にも、元は遺廃や記録がなかったという。結婚の時期については、出家したし家が残した、礼拝美観や、 国楽寺系図によれば、三成が秀吉に主観したのが十八歳の時と記されており、津軽家資料には三成夫妻の最初の子である長女が、関ヶ原の戦いの時には二十二歳と記されていることから、歌が三成に嫁いだのは三成が秀吉に主観した、天正五年から翌天正六年の間であり、長女を産んだのは天正七年であることがわかる。関ヶ原の戦いの際には、 父や三成の家族と共に、沢山城にいた。関ヶ原で、三成ら西軍が敗れると、徳川家康は西軍を裏切った。小早川秀明らに、沢山城を攻めさせた。城方も奮戦する者の数にかなわず、頼田,田頼重らは自害し、三成の家臣、土田東雲が三成の妻ら一族の婦女を視察し、天守に火を放ったという。教年は不明。 しかし、白川徹は、他大名の妻が大阪にある中、三成の妻が、領地にいるという不自然さと、受賞院の住職となった、茂家の記した、礼拝美館に、三成や他の石田一族、慶長十二年に死去した、茂家の義白母などの改名が記されているにも、かかわらず、三成の妻の改名が記されていないことから、 三成の妻は、沢山次郎で死去していなかったという説を唱えている。三成の妻は、沢山次郎を脱出後に、しばらく陰性し、次女の丘重政室を頼って、藍津若松に下ったとし、玄奈元年10月14日に没死したという、無料陰伝一章、ことぶき茂大前上にが、改名ではないかとしている。また、重成の子孫である、広崎藩士杉山家では、 三成の妻は、三成の軽死後に自害したという伝承を残している。山手殿の出自については、諸説ある。詳しくは山手殿の項を参照。日本女性人命時点普及版 P85、石田三成の妻、白川通る、石田三成とその子孫、P214、白川通る、石田三成とその子孫、P212、P222、 ありがとうございます。